はい、皆様こんにちは。コミッティビヤギでございます。本日は映画やテレビで俳優が着用した時計にフォーカスするアクターズウォッチ、こちらを配信していきたいと思います。内容に関しましては映画と共に歩んできたパネライ前編になります。こちらの内容はコミット銀座の映画好きスタッフが執筆しているコラムをもとに私が YouTube にて配信しております。ぜひ楽しんで最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは第26弾の今回はロレックス、オメガに次いで映画に登場することが多いブランドパネライに注目していきます。パネライ愛好家のコミュニティパネリスティ .com に由来するパネライのファンや愛好家を意味する呼び名パネリスティ。ハリウッドにもパネリスティと呼ぶにふさわしいパネライを愛するスター俳優が少なからずいるようで、多くの映画にパネライが登場しているのはそのパネリスティ俳優たちのおかげと言っても過言ではありません。それではそんなスター俳優たちに愛されたパネライの数々を見てまいりましょう。まずはデイライトです。1992年までは軍需品として一般販売が認められていなかったパネライの腕時計、1993年頃に一般販売を開始したものの、まだ知る人ぞ知るレアブランドだったパネライを一躍有名にしたのが1996年公開のシルベスター・スタローン主演作デイライトでした。スタローン演じる緊急医療士の筋肉隆々とした腕にそれに負けるとも劣らないごつい時計がつけられており、あのバカでかい時計は何だと世界中で大きな話題になりました。その時計こそがパネライルミノールリファレンスパム 5218-201/A 通称プレバンドーム。このプレバンドームはスタローンがイタリアで見かけて一目惚れし、劇中用と関係者へのプレゼント用に複数発注したものと言われています。この映画によってパネライが時計愛好家に認知され、今日まで続く人気を獲得するきっかけとなったことは間違いないでしょう。またパネライのスライテックやデイライトと名付けられたモデルはそれぞれスタローンの愛称であるスライと映画のタイトルデイライトから名付けられたもの。スタローンとパネライの相思相愛の関係性がよくわかりますね。続いてイレイザー。ハリウッドを代表するもう一人の筋肉系アクションスターアーノルド・シュワルツネッガーも1996年公開のイレイザーでパネライルミノールマリーナリファレンスパム 5218/203A を着用しています。こちらは PVD 加工されたプレバンドーム。重大事件の証人を守る連邦保安官をシュワルツネッガーが演じた本作ではオープニングでこの時計がアップになり、その存在感を十分に示しています。またこのシーンは映画史上初のパネライの時計のアップシーンとも言われています。ハリウッドを代表する2人のアクションスターが同じ年に別々の映画でパネライの時計を初めて着用したという事実は映画とパネライの関係において非常に運命的な偶然が重なった出来事と言えるのではないでしょうか。続いてデスウィッシュです。スタローン、シュワルツネッガーと来たら次に紹介すべきはやはりブルース・ウィルスしかいないでしょう。強盗に妻を殺され娘を重体にされた外科医が拳銃を手に入れたことで処刑人と化す2018年公開のデスウィッシュ。外科医を演じるブルース・ウィルスがパネライの愛用者として描かれています。劇中で着用されているのはパネライラジオミール1940リファレンスパム00736と思われる時計。スタローンやシュワルツネッガーのガテン系キャラクターとは異なり、外科医というホワイトカラーの役柄に合わせ厚みを抑えたラジオミールが選択されています。劇中でもう一本別のラジオミールリファレンスパム00577と思われるものも登場するのですが、ストーリーに関わる登場の仕方をしていますので詳細は映画を見てのお楽しみとさせていただきます。続いてブリジット・ジョーンズの日記。パネライというとどうしても筋肉隆々のアクションスターがつける時計と思われがちですが、そうとは限らないことを示したのが2001年公開のブリジット・ジョーンズの日記に出演したヒュー・グラント。主演のレニー・ゼルビガーがアカデミー主演女優賞を獲得した本作は恋愛ベタな30代女性の本音を描いた恋愛コメディ映画。この作品ではヒロインが恋心を抱く職場の上司を演じたヒュー・グラントの腕にブレスレット仕様のパネライルミノールマリーナがつけられています。いつもワイシャツの胸元を大きく開けたプレイボーイ上司というキャラクターに外し気味にも見えるパネライが説得力を与えています。この映画を見ると1996年公開のデイライトから5年が経ち、パネライがガテン系ミリタリーウォッチというマッシブなイメージからスーツやワイシャツ姿に遊び心を加味するスポーティーなドレスウォッチというイメージに変化してきたことがわかります。なおヒュー・グラントは2002年公開の2 Weeks Notice で演じた不動産会社 CEO 役でもスーツの腕元にパネライが
ネライをコーディネートしており、強いパネライ愛が伺われます。ヒュー・グラントはパネライのドレッシーにつけられるスポーツウォッチというイメージを作り出した映画界の功労者と言えるかもしれません。まとめとなりますが、1860年創業という歴史あるブランドながら、パネライが時計の一般販売を開始したのは1993年頃。映画界においてはターミネーター2やジュラシックパークなど、実写では撮影不可能な CG を用いたド派手なアクション映画が作られ始めた時期にあたります。未だかつてなく堅牢に見え、質感もよく見栄えのする歴史ある新興ブランドパネライ。新時代の映画に出演したアクションスターや制作者たちの間で、激しいアクション演出に大きな説得力をもたらす小道具として選ばれたのは当然のように思います。このようにパネライのターニングポイントとアクション映画のターニングポイントが偶然にも同じタイミングで生じ、お互いの価値を高め合ったことは歴史の妙と言っていいのではないでしょうか。さて、パネライを愛用する俳優、パネライが登場する映画はまだまだ多いのですが、今回は長くなってしまいました。ですので皆様お待ちかねであろう運び屋や元プロレスラーについては後編にてご紹介させていただきたいと思います。どうぞご期待ください。はい、本日の内容はいかがでしたでしょうか。今回は前編ということで、続いて次週後編を配信していきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。ポイント TV では毎日高級時計にまつわる情報を配信しております。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それから動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらも忘れずによろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。